ございます。 AKB48 チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本春奈です。早起き頑張りましたよ。まあ移動中寝れるのでいっぱい、きっと多分移動中寝る時間はあるので、まあ、そこで自分が寝れるかは置いといて、寝る時間はあります。なのでここで睡眠をしっかりと取りたいと思います。めっちゃ入念に確認してる。これ持ったかなって今急に不安になった。充電器とイヤホンと、充電なくなった時用のワイヤレスのイヤホンと、あとコンタクト、あ待って、私ヒカルに配信終わったのに LINE してない、やばい。イベント期間中って言ってたからね、朝早くからやっててもおかしくないと思います。ヒカル偉い。睡眠時間足りない。
眠たい。頑張る。確かにアイマスク蒸気でホットアイマスクですよね。確かに欲しいかも。ちょっと持っていきます。前にファンの方からいただいたこれもちゃんと凍らせたし、水も入れたし、今日うちのカバンの中最強。なんか噛んでるように見えて全然出てないんですよね。鼻水、鼻水とか言ってアイドルが、すいません。そう、なんか冷房寒かった時用に上に羽織るものいるかな。寒いかな。荷物がパンパンなんだよね。そう、なんかさっきコメントであって、わあ確かになって思ったけど、パンパンなの。結構重そう。あ、重たい。イバジュンさん、ハートありがとうございます。
はね嫌だからね。なんか一段落したら本当に私はいろんなアイドルなのかって、あ、間違えた、いろんなアレルギーなのかって調べに行こうって思いました。そう、アレルギー性鼻炎はめっちゃ昔よく言われてたんですけど、いや、これで全然違ったらどうしよう。これで全然違ったらどうしよう。めっちゃおもろい。え、じゃあ何？みたいな。なりますよね。え、何だったん？じゃあ。確かに。ちなみに、ゲッターズ飯田さんの私の8月の体調運というか健康運みたいなやつは、油断をしていると怪我をしたり体調を崩してしまう時期、暑いからと冷たいものを飲みすぎると胃腸の調子を悪くしそう、運動不足にもなりやすいので、屋内の涼しいところで柔軟体操やヨガをするといいでしょう。外出の際は肌を焼かないよう日焼け止めや日傘対策も忘れず。はい、油断したらしいです私。ということで、ちょっとそろそろ15分なの、もう15分になったら速攻切って速攻なので、ちょっとはい、人生で一番走りたいと思います。頑張ります。うん、多分大丈夫これで。こんな朝早くからありがとうございました。頑張りたいと思います。今日一日、おお、じゃあまたバイバイ。このテロップが出たら即切りします。え、待って、出ない、テロップ出ない、15分だよ、15分配信したよ私。やばいよ。ちょっと急いでもらっていい？
ありがとう。あ、来た。バイバイ。